クの髪の可愛い女の子といえば誰でしょう。3、2。ここをもっと綺麗にしましょう。カカリアにさらわれたライデン・メイを助けるため、キアナたちは ME 社本社に忍び込んだ。そんな彼女たちの前に操られたブローニャが立ちはだかる。戦闘の中でブローニャは自ら脳内のバイオチップを破壊し、カカリアのコントロールから脱した。バイオチップが壊されたブローニャは昏睡状態となり、聖フレイヤ学園の技術でさえ彼女を呼び起こすことはできなかった。ブローニャを助けるため、テレサは聖フレイヤ学園の地下にある中央教会堂に来ていた。教会堂には天命最高のバイオテクノロジーが隠されていた。バイオチップ脳埋め込みに関連する資料を探してちょうだい。天命中央データベースより713個の関連データが見つかりました。うち712個が最高機密森林計画と関連するため閲覧禁止となっております。またオットー大司教が隠したのかしら。それじゃあ閲覧できるのは2000年2月7日シベリアバビロン実験室関連のデータです。2000年2月7日、くそ、あの時のデータベース関連データをエクスポートしてちょうだい。かしこまりました、テレサ様。あれ、スクリーンが消え始めた。私も急いで入らなきゃ。バーチャル空間構築完了。時間2000年2月7日午後3時。場所シベリアバビロン実験室。ここはどこ？おーい、誰かいる？ダメだ、通信機もつながらない。入ったらこんなところだなんて。テレサの後ろをついてったのに見失っちゃったし、遠くに見えるのは塔ね。よし、行ってみよう。出発よ。私、弓が似合うでしょう。この量の雪を見るのは久しぶりだな。パパが失踪するまでは私たちも雪が積もる小さな村に住んでたっけ。雪が積もると一緒に雪合戦したな。そういえばパパが力いっぱいに投げた雪玉が2メートルくらいの岩に当たって岩が砕けたことがあったな。待って、あの時私が避けれなかったらすっごい危ないじゃん。あのアホパパ、何を考えてたのかな。それから4年前のある日、アホパパは突然いなくなって、私はパパを探しにヨーロッパからアジアに行ったけど全く手がかりがなくて、パパは今頃どこでバカやってるのかな。ちょっと会いたいかも。ウォーミングアップ。いっぱい歩いたのにまだ塔に着かないの。迷子かな。この空間にずっと閉じ込められちゃうなんてことはないよね。一人ぼっちでパパが失踪した日みたいに、私に返事してくれる人も待っていてくれる人もいなくて、終わりの見えない雪道でたった一人。違う、今はみんながいる。みんなが待っていてくれてる。メイ先輩、姫子、テレサにブローニャ、絶対みんなのところに帰るわ。
信機の信号が戻った。目標の阻止に失敗。光線中に負傷したから少しの間動けないの。目標はバビロン実験室の方に向かったわ。残りのバルキリー部隊は直ちに目標地点に向かってちょうだい。この声はテレサみたい。この近くにいるみたいね。急がなくちゃ。あなたの前ではちゃんといいところを見せないとね。ウォーミングアップから。すでにあそこまで強くなってるとは。体の再生を急がなくちゃ。大司教があの人を派遣する前に第二律者を倒さないと。テレサ、なんで来ましたの？あなたは？もうちょっと会わないだけで忘れるなんて。あんたの目、キアナだよ。キアナ？キアナかすらの？クソ第二律者め、幻影で私を惑わそうだなんてバカにしているのかしら。私のメイキアナは今一切よ。ふん、死ね幻影。ついてきて。楽しいことをしましょう。待って、あなたが使っているのはもしかしてカスラナ家のガン型なの？そうだよ。誰に教わったの？パパに決まってるじゃん。パパ？ジークフリート、ジークフリートカスラナだよ。どういうことなの？自分のことをキアナって言ってるけど、でもキアナはまだ1歳よ。1歳？あ、この空間に入った時システムに2000年2月7日って表示されてたけど、もしかして目の前のテレサは2000年の時のテレサなの？だから私のこともわからないんだ。わかったわ。あなたはジークフリートの野郎の私生児ってことね。はぁ？クソ野郎、私生活が乱れまくっているのは知っていたけど、まさかこんなに大きい私生児までいるなんて。だから私のメイだって言ったのね。誰が私生児よ。かわいそうに。受け入れられない気持ちはわかるわ。全部あのスケベ野郎のせいだわ。もういいや。テレサの IQ じゃ説明しても理解できないだろうし、今はとりあえず話を合わせてここから連れ出してもらおう。そうそう、全部あのクソパパのせいなの。あいつ4年前に私とママを捨てたの。それからママも死んで、私はあいつを探してここまで来たの。かわいそうに。安心なさい、私がいるわ。でもまずはこの危ないところから離れましょう。任務が終わったらジークフリートの野郎を捕まえてたっぷり教育してやるわ。ここをもっと綺麗にしましょう。司令部、こちらテレサ・アポカリプス。第二列車の現状を報告してちょうだい。テレサ様、ご無事で何よりです。第二列車はテレサ様との交戦後レーダー上から消えました。塔にある崩壊エネルギーを使って完全覚醒するために
第二律者は必ずバビロン実験室に向かうと思うわ。ダルキリー部隊に塔周辺を巡回し、第二律者の崩壊エネルギー反応を見つけ次第司令部に報告するように伝えて。それと第二律者との接触を避けるように言ってちょうだい。そういえばジークフリート・カスラナは今どこにいるの？ジークフリート様は先ほど臨時司令所に到着し、現在待機中です。わかったわ。私も今から急いで合流するわ。どうして動かないの？まさか私に見とれてた？嬉しいわ。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。やっ、はっ、やっ、やっ、はっ、や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 っ、私とケビン、やっ、はっ、はっ、やっ、ただの略称よ。あれはバビロン実験室といって、天命がシベリアに作った大型研究センターなの。あそこには天命最先端のバイオテクノロジー、素材技術、パソコン技術、そして最新のエネルギー源技術があるのよ。エネルギー源技術？世界唯一の大型崩壊エネルギー反応炉、エネルギー強度2000崩壊ワットを超える化け物よ。2000崩壊ワット？ハイペリオンの核心反応炉よりも大きいじゃん。ハイペリオン？何それ、聞いたことがない反応炉ね。でもハイペリオンって響きは、うん、戦艦名にぴったりね。うわー、言ってはいけないことを言っちゃったような気がする。とにかく第二律者は覚醒したけど、崩壊エネルギーが足りないからまだ弱いの。だから塔の崩壊エネルギーを狙うと思うの。もし第二律者が塔の崩壊エネルギーを手に入れたら、誰にも止められなくなるわ。だから奴が塔にたどり着く前に倒すわよ。第二律者、シベリア、2000年、どっかで聞いたことがあるような。そうだ、ムーンライトスローンで倒れた時だ。あの時夢の中で謎な奴が言っていたような。2000年にシベリアで第二律者との戦いから第二次崩壊戦争が勃発し、その最中にママが、セシリアが死んだって。ここをもっと綺麗にしましょう。テレサ、テレサ、どうしたの？急に大声なんて出して。ちょっと聞きたいんだけど、セシリアは？セシリア、シャニアテもこの戦いに参加してるの？セシリア、どうしてその名前を知っているの？それは
セシリアが私の最も尊敬しているバルキリーだからよ。そうだったの。セシリアなら来てないわよ。セシリアは1年ちょっと前に女の子を産んでね、それから休養しているの。だから今回の任務にも参加していないわ。でももし私とジークフリートの野郎が第二律者を倒せなかったら、オットー大主教は強制的にセシリアに出撃を命じるかもしれないわ。そうだね、しっかり守ってね。その後ろ髪が乱れてないか、私の代わりに確認してくれない？ちゃんと私を見ててね。可愛らしいこと。私のことはまだ黙っててくれる？どうして？そのほら、今は大事な時だし、私のことで時間を無駄にしたくないの。それにママじゃなくてセシリア様の身に危険が及ぶかもしれないし、とにかく私のことは任務が終わってからでいいから、お願い。わかったわ。さすがは私のメイね。ここをもっときれいにしましょう。ようテレサ、やっと来たか。第二律者と会ったって聞いて心配してたんだぜ。ふん、あんたの心配なんかいらないよドスケベ。はいはい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな？今度機会があったら一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせともっと悪い知らせがある。悪い知らせはバルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが何も発見がないこと。それ以上に悪いのが、戦況に進展がないのを見たオットー主教がセシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの体調では戦いはまだ無理よ。あと30分でセシリアがシベリアに到着する。その前に第二律者を探し出し殺さねえとな。神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ。俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん？キアナ？そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも私の実力ならさっき戦いの中で見たでしょ。俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい戦士だ。テレサ、連れて行ってやれよ。わかったわ。そうだ、それと、うん、ふんっと、これは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり
り懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソボ、じゃなかった。ジークフリート、ジークフリートカスラナ。早く第二律者を倒さないと。じゃないと。キアナ、何言ってるの？セシリア様のことが心配なの。体調が悪いのに戦場に行かなきゃいけないだなんて。セシリアのことが心配なのね。安心なさい。私もジークフリートの野郎も全力を尽くすわ。あの野郎は適当にやってるように見えるけど、内心ものすごく焦っているわ。あの野郎にとってセシリアは最愛の妻だからね。キアナ、どうしてあの野郎が私と一緒に行動するように言ったと思う？どうして？それはね、あの野郎が第二律者を見つけ次第天下制裁を使うことを決めたからよ。天下制裁？天下制裁を使えば全てが火の海に飲み込まれる。たとえ使用者であっても無事では済まないわ。だから私と来させたのよ。あのクソパパ！どうして動かないの？まさか私に見とれてた？嬉しいわ。ウォーミングアップかけ。背中は任せたわ。私に優しくしてね。はあ、ここが O17 よ。これはバルキリーのバトルスーツの残骸。どうやらこのエリアのバルキリー部隊は全滅のようね。でも壊れたバトルスーツからの信号で第二律者がここにいるかのように見せかけていたんだわ。ヴァルキリーのバトルスーツまでコントロールするなんて、第二律者の力は一体どれほどなの？テレサ、考える暇はないわ。本物の第二律者は O23 にいるはずよ。急がないと。待って、大型のヘリコプターがこっちに向かってきてる。あれは天命が配置した対崩壊重要重量型ヘリコプター。第二律者はあれをもコントロールできるの？ヘリコプターで私たちを足止めする気ね。キアナ、さっさとヘリコプターを壊すわよ。これで攻撃のノルマを達成できるわね。はっ、やっ、はっ、やっ。かなり時間を取られたわね。もしこれがおとりだとしたら、第二律者は O23 にいるはずね。キアナ、急ぐわよ。司令部、ここから O23 までどれくらいかかるの？最短で15分です。ジークフリートに知らせて。第二律者を足止めして絶対に塔に近づけるなと。ここをもっと綺麗にしましょう。テレサ、報告を聞いたぜ。どうやら第二律者は俺の方に向かってきてるらしいな。俺の方が運がいいみてえだな。ジークフリート、無茶はやめなさい。あと10分で私もそっちに着くから。10分？なあテレサ、お前第二律者と対峙した時、戦闘開始から負けるまでどれくらい持った？4分50秒。おいおい、マジかよ。第二律者はもう肉眼で見える距離にいるぞ。2倍の時間持たせなきゃならないのかよ。もし正面衝突を避けられるのなら。ああ、いや、牽制作戦は俺の性に合わねえし。テルサ、試してみるよ。ここで第二律者を殺すの。あんた、やっぱり最初から天下制裁で第二律者を道連れにする気だったのね、ジークフリート。そりゃそうだ。じゃあな、テレサ。あ、そうそう、セシリアとキアナのことは頼んだぜ。ま
待ちなさい、ジークフリート。もっと堂々と私を見てもいいのよ。だって私もあなた、あっ、せい、あっ、せい、あっ、やっ、やっ、やっ、道連れにするってどういうことなの？天下制裁、それはカスラナ家に伝わる天命組織にある聖遺物の中でも一二を争う破壊力を持つ武器。操縦の封印を解くと中心に眠る崩壊エネルギーが解放され炎の体験となるの。そのクソパパ、そんなに強かったんだ。待って、炎の体験ってどこかで見たことがあるような。確かパパが失踪した夜。クソ、キアナどうしたの？うん、なんでもない。急にちょっと頭が痛くなっただけ。でも炎の体験を解放すると崩壊エネルギーが溢れ出すの。その溢れ出た崩壊エネルギーは使用者をも灰にしてしまうの。ジークフリート以前にも天下制裁を使ったことでカスラナ家の人が3人死んでいるのよ。そんな、ダメ、クソパパをここで死なせるわけにはいかないわ。ちゃんと私を見ててね。テレサ、まだかよ。やっぱ足が短いせいか。人類、私とこれだけ戦えるなんて、あなたはあのシスターより強いみたいね。それはありがとさんよ。戦いが始まった時から分かってたよ。テレサが来たとしてもお前にはかなわないとな。気持ちだけで結構だ、綺麗なお嬢ちゃん。俺はもう決めたんだ。最愛の人を守るためにこの命を懸けるとな。なんでその剣にそんな力が。それは地獄で考えな。いでよ天下。やっとお兄さんが見えてきたわ。待って、あれはジークフリート。この燃えている巨大なくぼみはどうやってできたのかな。それは天下制裁の力が解放されたことによってできたものよ。くそ、ジークフリートの野郎、天下を。そんな、天下を使ったらクソパパ死んじゃうよ。これからは二人の時間よ。私とケビン、はっ、せい、はっ、せい、はっ、私の気持ちちゃんと受け取ってね。やっ、やっ、目をそらしちゃダメ。
ここをもっと綺麗にしましょう。テレサ、パパのことを気にかけていたんだ。テレサちゃんがジークフリートを心配してくるとは思わなかったわ。この声はセシリア？シベリアに到着したの？セシリア様、これがママの声。ええ、間に合ってよかったわ。でなければジークフリートがどうなっていたことやら。ジークフリートはまだ生きているの？体の半分が火傷を負ってまだ危険な状態よ。頑張って治療するわ。二人は先に塔に向かって。治療が終わったら私もすぐに向かうわね。電化制裁の傷を治す？まさか黒煙白化を使ったの？でもそれじゃあなたの体が。テレサちゃんは心配しすぎよ。大丈夫、何も問題ないから。セシリア、ママの声ってこういう感じだったんだね。初めて聞いたわ。そうだ、塔に行けばママに会えるじゃない。ママに会うの初めてだわ。結局セシリアの出撃を阻止できなかったわ。テレサ、ずっとセシリア様の出撃を阻止しようとしてたけど、どうして？セシリアは最強のバルキリーだけれど、娘を産んでからはずっと休養してたの。もしセシリアが参戦したら。そうだ、あの夢の中の声が、ママが第二次崩壊戦争で戦死するって言ってた。いや、ママをここで死なせはしないわ。バーチャルでもダメ。もっと堂々と私を見てもいいのよ。だって私もあなたを見ているもの。出発よ。テレサちゃん、グッドニュースよ。ジークフリート、もう安心していいみたいなの。さすがはも、じゃなかった、セシリア様。電化制裁の火傷も治せちゃうなんて。いい知らせじゃないわよ。電化制裁の火傷を治せるのは、同じ生遺物の黒煙白化だけ。でも黒煙白化を使うと、命と体力が大幅に削られるの。テレサちゃん、大丈夫よ。見て、今の私は元気そのものじゃない。そんなわけないでしょ。ジークフリートの傷を治したことであなたの体力が半分以下になってるじゃない。今の状態で第二律者と戦ったら。もし私一人で難しいようなら、テレサちゃんも一緒に戦ってね。セシリア、戦わないで。あなたここ一年ずっと体調が良くなかったじゃない。私はあなたを失いたくないの。それはダメよ、テレサちゃん。もし私たちが今引いたら、さらに多くの人が第二律者によって命を奪われるわ。人類を守るのがバルキリーの栄誉であり使命よ。今から塔に向かうわ。私とケビン、あなたはどっちの方がすごいと思う？セシリア様、どうして私に連絡を？その声、やっぱりキアナなのね。はい。あのね、お願いがあるの。セシリア様のお願いなら、たとえ命を懸けたとしてもやり遂げるわ。何でも言って。大げさね。ただ、ママって呼んでほしいの。
なんて？お願い、お願い。あなたの声、本当に私が想像したうちの娘が大きくなってからの声と似てるのよ。ママ。もう大満足。録音しなくちゃ。そうだ、私もセシリア様にお願いしたいことがあるの。今回の任務諦めて。理由を聞いてもいいかしら。テレサからセシリア様の体の状況が悪いって聞いて、しかもセシリア様はジークフリートを助けて体力を大幅に消耗して。そうね、体調も良くないし体力も消耗しているし、データを見ると第二律者はとても強いようだし、控えめに見積もっても第二律者に勝てる確率は 80% ね。 80%？ でもテレサたちすっごく心配してて。だからあの二人は心配しすぎなのよ。大丈夫大丈夫。あなたのママはとても強いのよ。ついてきて。もっと食べてみたいわ。やっ。ここをもっと綺麗にしましょう。もうすぐバビロン実験室に到着するわ。なのに第二律者の痕跡がないわね。まさかもう塔に侵入したのかしら。テレサ気をつけて、さっきの崩壊獣がまた現れたよ。くそ、しつこいわね。第二律者のための時間稼ぎかしら。キアナ一緒に倒すわよ。分解する生物黒煙白化よ。お疲れ様、テレサちゃん。ごめんなさいね、あなたの獲物を横取りしちゃって。相変わらず強いわね。さすがは天命最強のバルキリーセシリア。褒めすぎよテレサちゃん、照れるわ。そうそう、あなたの隣にいる美少女がキアナね。セシリア、ママ。ここをもっときれいにしましょう。
テレサ、報告を聞いたぜ。待ちなさい、ジークフリー。その、後ろ髪が乱れてないか、私の代わりに確認してくれな。やっ、はぁ、やっ、かわいすぎるわ。